アメリカで成功するレストラン経営のマーケティング。インスタグラム活用攻略術。2. インスタグラムのビジネスアカウント。ビジネスアカウントとは、レストランでインスタグラムのアカウントを持つ場合は、パーソナルアカウントではなくビジネスアカウントの取得が必須です。ビジネスアカウントとは、レストランなどのビジネス向けの無料アカウントのことです。パーソナルアカウントからビジネスアカウントに切り替えると、店舗の住所やコンタクト情報を追加したり、フードオーダーのボタンをつけることが可能です。また、アカウントを見ているお客様のデモグラフィーやフォロワー数の推移、投稿のリーチ数などの詳細情報を知ることも、すべて無料のビジネスアカウントでできます。ビジネスアカウントを持つことで、有料での広告出稿が可能です。ビジネスアカウントの設定。それでは、パーソナルアカウントからビジネスアカウントへの切り替え方法を説明します。ビジネスアカウントへの移行は、セッティングからスイッチトゥープロフェッショナルアカウントを選択。カテゴリ選択でレストランを選び、プロフィールにカテゴリを表示するために、ディスプレイオンプロフィールを図のようにオンにします。次に、ビジネスとクリエイターの選択画面でビジネスを選択します。Facebook との連携がまだの場合、連携するか否かと聞かれますが、不要の場合はスキップを選択してください。以上でアカウントへの移行は完了します。オーダー機能。オーダー機能の追加方法を説明します。ビジネスアカウントにすることで、お店の電話番号を掲載できるため、ユーザーが携帯から直接電話をかけて注文することができます。さらにオプションとして、オーダー機能を追加すると、デリバリー会社の注文アプリと連携することが可能です。この機能を使うには、事前にデリバリー会社のアプリと契約している必要があります。まず、プロフィール画面のエディットプロフィールをタップします。次に、パブリックビジネスインフォメーション内のアクションボタンズをタップ。その後に、オーダーフードをタップし、使用するデリバリー会社を選択。デリバリー会社から発行してもらったパートナーリンク URL を入力したら完了です。特定のデリバリー会社を決め、そのデリバリー会社のカスタマーサービスに連絡すると、あなたのレストラン専用のパートナーリンクの URL を発行し、送ってもらえます。また別の方法として、例えばドアダッシュの場合は、管理画面のマイストアフロント内、ストアフロントリンクセクションのリンク URL がパートナーリンク URL になりますので、このように管理画面から取得することも可能です。ビジネスアカウントを持ち、お客様の反応に目を向けながら情報を発信し、インスタグラムで効果的にお店の PR をしていきましょう。パート3では、インスタグラムの広告機能と広告の出稿方法を説明します。